はい、皆さんこんにちは。今回サウンドプロジェクト芝さん、こちらの、はい、クリスピーオーバードライブレッツジャンプアウトオブボードンウィズミーという、まあ、オーバードライブということで、まあ、製品自体はご覧になった方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、やっぱりサウンドプロジェクト芝さんのエフェクターラインナップ、まあ、歪み系からモジュレーション空間系まで幅広いラインナップを取り揃えておられるんですけれども、まあ、全ての筐体にこのような可愛いイラストがですねドンと、まあ、やっぱりこのコントロールのノブなんて端っこでいいんじゃみたいなね、こう振り切ったこの筐体デザインというか、もう一貫してこう貫かれてるコンセプトのようでございますけれども、まあ、果たしてそのサウンドはどうなのかっていうところで、今回、私ヒデキンがですね、音を出させていただこうかなということで、サウンドプロジェクト芝さんから、まあ、ヒデキンさんならこれじゃないですかっていうことでこのオーバードライブを貸していただきました。で今回ですね、まあ、LINE の音とちょっとスタジオの方にも行きまして、ちょっと大音量鳴らした動画も撮ってきてますので、ぜひ、ね、最後までお付き合いいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではどうぞ。はい、今ねちょうどゲインは、真ん中12時ぐらい、 EQ もベーストレブルともに12時ぐらい、レベルだけちょっと音量減音と合わせてるので上がってますけれども、まあ、それ以外はセンターでこんな感じの音っていうことで、やっぱしこう製品のコンセプトの通りこうローをある程度こうカットしてスッキリさせた印象の音だなっていう感じですね。じゃあノブを回してみて、ちょっとサウンドの変化を見てみたいと思います。
ストラトだとねやっぱりあのよりちょっとローゲインにはなるんですけれども、まあクランチのバッキングとかすごく合うんじゃないかなと、まあ、レンジをあえてちょっと狭めてる分結構抜けもいいような気がします。でボリュームの追従もねあの問題ないんじゃないか。これあのエフェクターの原因はマックスにしてるんですけど、まあ、ここからここまで、はい、こんな感じで手元の操作にもしっかりついてきてくれるコントロール性がありますね。はい、続いてですね、今度はあの、歪んだアンプをさらにプッシュするというブースターとしてちょっと使ってみようかなと思います。で今回このブラックスターのデプト10を、プリアンプに見立てまして、これをこれぐらい歪まして、やってみようかなと。でこれあのバニーちゃんオーバードライブでブーストしてどうなるかっていうのをちょっとやってみたいなと思います。はい、いかがでしょうか。このね、このゴン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 っていうところ、ちょっとあの響きがシュッとなってすっきりした感じになってるんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、あのちょっと冒頭にもお話ししたんですけれども、あのスタジオでちょっと大きい音量でこのバニーちゃんオーバードライブ試してきたんで、ちょっとバッキングトラックに合わせて弾いてますので、ちょっと音の抜け具合なんかも合わせてちょっと聞いてみていただこうかなと思いますので、ではご覧ください。
ということで、サウンドプロジェクト芝、クリスピーオーバードライブ、バニーちゃんオーバードライブ試させていただきました。ありがとうございました。まあ、サウンド的にはもう僕普段がヒズマスタンプでエフェクトでブーストするっていうやり方が多いので、今回もやっぱりそういう弾き方使い方っていうのが非常に気持ちよかったんですけれども、ローカットっていうコンセプトはあっても、そのまたローを足せる EQ がしっかりついてるっていうのが、まあ、大きいかなというふうに思いましたね。で、歪みの量もオーバードライブとしては十分だと思いますし、サウンド的にもしっかり音が作れるエフェクターだなっていう印象でした。今回ね、バニーちゃんの衣装が赤いやつね、お借りしたんですけれども、4色展開でね、いろいろバリエーション豊富ですから、ぜひね、サウンドプロジェクト芝のウェブサイトをチェックしていただいてですね、好みのバニーさんもゲットしていただきたいなと思います。はい。ということで、ヒデキンがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。